ブルジェ航空宇宙博物館に展示中のミラージュ 3V-1 ミラージュ 3V はフランスの戦闘機垂直離着陸機として開発されたが試作のみに終わった。フランスは垂直離着陸機の基本性能をバルザック V を用いて研究を進めていた。ミラージュ 3V はバルザック V の発展型であり実用化を目指したものである。開発は。 バルザック V と同様に、アビオンマルセルダッソーと手動アビアシオンに発注された。バルザック V が大型化した機体のため、リフトエンジンには、より強力な8機のロールスロイス RB162 エンジンを、推進用エンジンには、プラットホイットニー JTF10 を改良し、ライセンス生産した1機のプラットホイットニー。 スネックマ TF-106 を採用するものとして設計された。その他の基本的な外形はミラージュスリーと似通っており、デルタ翼機で推進用エンジンのインテークは胴体脇に装備されている。1961年8月には北大西洋条約機構の NBMR3 が出され、垂直離着陸戦闘攻撃機が要求されている。 ミラージュ 3V は1962年5月にフォーカーシドレー P1154 と共にこれに採用された。当初 JTF10 をスネックマ TF104 として採用を検討し試験機ミラージュ 3T が改造により製造されたがこの機体に TF106 を搭載1965年1月25日に 飛行試験を試みたところ、エンジンの不調により飛行は行われることがなかった。ミラージュ 3V01 とされた機体は、スネックマ TF104 バイトにより1965年2月12日に、初飛行を行い、1965年12月には、計画通りの TF106 による飛行に成功した。1966年3月24日には、ホバリングから、 水平飛行への移行を成功させている。しかし、当時すでに高コストであったミラージュ 3V に対する期待は失われており、バルザック部以上に垂直離着陸と通常の飛行の切り替えに問題が生じると判断されたこともあって、28日には生産段階への移行は中止され、試験目的での続行に限られることとなった。 6月には NATO も、また超音速垂直離着陸機の計画を放棄している。ミラージュ 3V 0には、プラットホイット 2TF30 を元にした、スネックマ TF306 エンジンを使用し、1966年6月22日に、初飛行、11回目の試験飛行となった9月12日には、マッハ2.03を記録した。しかし、 1966年11月28日に事故により機体が失われ、これをもって計画は中止されることとなった。ありがとうございます。